するしない。どうも、ひなたいこです。今回も MJ のフリー対戦のトンプ参加したいと思います。では行ってみましょう。さあ入りました。あーもうあっという間に4人集まった。早い。トンプー戦よろしくお願いします。早いね、さすが MJ。 ミサさんこんにちは。私親サンシャンテン、よろしくお願いします。サンシャンテンの手悪くはないですね。まあ、ちょっと自敗から普通に行きます。今回ドラが G1 なのでもうちょっと Q1 持とうかなぐらい。これ一通の目とか今ねできたんですけど、他のターツの候補があるんでこれはできませんね。あーこれね残しときたいんですよ。でもう一通見切るって今言ったんでこっちから打っていきます。一応今回3色の目であるのはイメージとして6、7、8かな。急走はもう切ってるし、おお、スーワンファンズのねもう一メンツの伸びがあるかな。ダイレクトに G1 がこうシュッと入ってくれると一番嬉しいんですけど、そうはいかないかなこれでもうちょっとこういこうか。一応ね3層切ってもいいんですけど、孤立牌二度受けなんでね、もともと G ピンのところは。おーちゃんと3層と小層打ってスムーズにいけばテンパイはあるけれど、けれど4、5、6だったりとかね、ちょっと見たくなるけど、まあ、そんなことも言ってる場合じゃないね、もうね。ちょっと3層切ろっか。今ね、2ピンが1人通って、E ピンが自分で2回切ってるんですけど、ちょっともう3層、危なくなりそうなので、切っちゃいます。そしてまだ誰からもね、リーチ入ってないんで、惜しいけど、いらない。この白を残します。2枚切れの箱なんですけど安全牌になるのでキープ。泣かない、ちょっと泣きなしにしますね。ストレートに行きます。これはもうバンズのところでちゃんとができてくれればもういいかなと。パー1が1枚と Q1 が2枚、いろいろなんかあってもね、イースワンとか他の町にはできるんでね、これ。ジャントジャント、これもうちょっとこういっちゃいますね。両面両面にしました。サブローワンがローワン2枚と3ワンが2枚。いや思いのほか周りからのリーチも入らなかったんですよね今回。結構な順目なんですけど、あ、リーチ打っちゃいます。これはもう D のみなんですけど両面で親なんでね、リーチいつも裏とかキャーね、そういうのが嬉しいんでとか言おうと思ったけど、スーワンが3枚、悪くはないですね町として。サブローワンですが、自分がさ赤もドラもない手だからもう絶対なんか相手のが高そうですよね今回ね。もうお祈りだわ。あと1回、その番頑張れ。私宝珠は、いや怖い、違う、通る、うん、流局。しかも見てほらすごい高い。
これさ、バーワン2枚切れだけどシャンポンでリーチ打ったんだ。なるほどね。怖っ、高っこういうのがあります。そしてね、今ね、上がりレンちゃんなので親は流れちゃうってペイちゃんになりましたね。今さ、ソーズとピンズ切ってこうかなみたいな感情があったんですよ。でも換算層入ってくれるなら、いや、いいかなって思うよね。さすがに。ちょっとリャンワン打ちまーす。で、今、チュンがね、出たらどうしようかなって考えとくのがいいんですけど、この形じゃ、1枚目泣いてどうしようかな。あ、こういうの嬉しいですね。ハクが1枚切れ、切っちゃいます。ゴーさんとかならチュン泣くんだろうな。憑依させてみる。憑依させたらいけるんじゃないこれ。誰々プロを真似して打ってみようみたいなやつ。そしたらきっと泣くよねこれね。多分パンワンが2枚3枚見えですね。ってことはローワンの方がいい。で、ピンズに振り替わったら、ワンズ切ってって、で、チュンはもうイーシャンテンなんで、あー、選択だなー。いや、一応赤入ってるからこうか。いやー、ローソーとか引くと熱いんですけどね、形で見ると。あー、いけた。これはスムーズにリーチ。え、てか、泣かずに済んじゃった。おっとおっと、なんかゴーさん憑依させようとか言ってね、チュン泣くんでしょとか思ってたけど、なんか自力でどうにかなっちゃった。チュンはバニゼロ、リャンソーもバニゼロ、お願いします。頑張れ、上がりきれ。今回な、ハクとかハツとかが早めに出てて、チュンはまだ山にいないかな。おーおふおふおふ、またリーチ合戦なの怖い怖い、危ない。でも通ってる、チーピン怖い。リャンソーチュン、リャンソーチュン、キャー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 。おう、はあ、いや本当ですよ。ピンチなのかチャンスなのか分かんなくなってきますね。大丈夫。いないのか。あはははは、撃っちゃった。カンちゃんに負けました。いやでもいいよ、これは2600で済んでよかったと思う。うんうん、そうしよう。さあ、シャーチャー。いや、手が悪いよ、これは。これは悪い。サンシャンテンとかさ、そういうの来ないかなとか思ってたら、ウーシャンテン、ゴシャンテンです、ゴシャンテン。はい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 。サンピン来たってゴシャンテン。マジかー。これは辛いなー。ちょっとね、いや、ミサさん全身ですけど、初場にもう1枚切れで、次の出てきてもこれはね、さすがに泣けない。いや、私が一番重い空気ですよ。いや、両面はあはあ、親が吐くポン、泣かない、怖い。ダブトン押さえてもいいんだけど、切ってみよっか。一応瞬津で形がなるのであれば頑張りたいけど、完全に後手そうですよね、これはね。あらめ、あとね、親がずっと手出し入ってるんで、
手の形ね、進んでそうですよね。あ、泣きません。ちょっと泣くも泣かないんで泣きなしにします。これね、安全牌が2枚と親の現物、神茶の現物が2枚。あ、嬉しい。これヤンシャン天ですね。678の手代わりはあるか。怖いよ。ワンズがちょっと高めなんですよね、今回ね。場に高いっていうのはあんまり捨て牌に見えてないよってことなんですけど、切っちゃいます。おおいいシャンテンだけど、パーピンないし、ハーツないし、ハンチーピンが結構悪くないんじゃないかななんて思ってるんですけど、今パーピンが全部見えてて、スーピンも3枚目のローピン、ウーピンはね、1枚ずつしか見えてないけど。どうだ、はるか、チーピン来い。あ、ポンでした。え、待って、パス層が3枚。なになになに。あ、これはね、ちょっとハツ切ります。パーピンでもいいんだけど。おお、缶が入って、しかもチーピンチーピンいい街じゃないじゃん。もうあんこで持たれてるやつ缶つっちゃってるじゃん。全然良くないよ。そうだよね、唯一分かんなかった相手が。ちょっと待って、3ピンがあと1枚。チーピン0で初も0。スライドした9番は問い目。あ、大丈夫そうだね。2番は、ああ、2巡目に切ってるところ返ってきたね。うん、返ってきたね。危ない危ない、ピン。おわっ待って、役なんか全然思ってたんと違うじゃん。これどうしよう。白、アツ、チュン、ちょっとね、よくわかんない。インシャンテンなんですけど、私ウーワン切ってて、で、もうね、ウッパーソー泣いて、あー、形式テンパイ取りたいなーなんて思ってたら、今ローワンが来たから、形式じゃなくテンパイ取れるかも。あー、貼らない。これは貼らなかったか。ウーパーソー、そうだよね。もうなんか役配がなさすぎて、役の候補がね、なリンシャン解放とかか、そういうそういうやつ。ちょっとなんか今の場怖かったな、恐怖に感じました。あ、今回は手がいい。やっといい手来た。オーラスマンツモでトップになれます。でも現状ラス目なんで、嬉しいの引いた。これはね、泣いていってもいいぐらい。3ワンチーとか。あ、引いたよ。いらないね、悩み、いらない。で、これはもう、イースーチーワンの受け入れ。スーチーワンなら泣いて、テンパイ取っちゃいます。来た、これ。もう、勘しちゃおっか。見せちゃおう。噛んだよ、噛んだよ。マークされてもいいよ。今回ね、一応1万800点差で満貫積もればトップなんですけど、ね、待って、単積も赤1、いらん、単矢を赤1234だから、これリーチいらないんですよ。で、ケアされても私がリーチじゃなかったら、いつ貼ってるかちょっといまいちよくわかんないでしょ。ハネマン出上がりで、ね、トップだからね。あー、出た、やったー
やばい、嬉しい。ハネマン上がれた。あ、ハネマンだぞ。回転数増えるじゃん。逆転勝利やりました。ついにこれは最後にいい手が入ってきてラッキーでした。さあ、ということで今回はトップでハネマンが1回だから7回回せるの。いや、これビンゴいけるでしょ、さすがに。今回は逆転トップでした。しかも最後にハネマン上がれたので、今回のビンゴの回す回数は7回。これは来たでしょう。早速回していきたいと思います。今のところ2ライン2ビンゴですね。なんでさらに増やしたいと思います。4 1 2 3 4 5 6 7。はい、では行くよ、見ていくよ。1個目、47番。はい、ありがとうございました。40番台はもう残っていません。次、56番。来た、56番。ある56番あるけど、あるけどビンゴじゃない。あるけどビンゴにならないけど、リーチの個数が増えた。やった、ありがとう。次、70番。70番ももう残ってないね、70番台が。頑張れ。次、12番。あー、ないですね。あ、全然ないね。はい、次、45番。はい、40番台は言うだけ無駄です。すいませんと、ちょっと待って、届かない。はい、次、10番。あー、来た、10番ある。やった。え、すごい穴だらけ。10番ここだったんで、あとね、空いてないのが1、2、3、4、5個で、1、2、3、3ビンゴ、3ビンゴです。さあ、最後の1個、1桁来い。来た、8番。8番ある。8番開く、ビンゴになる。え、来た。はい、開きました。ここと今回ここのラインも決まった。ということは1、2、3、4列、4ビンゴ。え、あとね、4つで全部開いちゃう。え、すごくないこれ。ですからあと3回だよね。結構まだ回せるかもしれない。さあ、というわけで今回は新たにビンゴの列の個数増やすことに成功しました。イエーイ、トップ嬉しい、よかった。さあ、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では、バイバーイ。